アイテム番号。SCP-26。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-26 において、進行治癒の調査がないときは確実な施錠及び板張りによる封鎖を常時施すべきです。警報装置は、一般人または他の機関による立ち入りがあった場合に財団へ警報を発するよう設定されています。説明。SCP-26 は、に作られた3階建てのパブリックスクール校舎です。この建物は中央玄関に繋がった両翼の棟を有します。間取り図が建物の設計図面に一致しなかったことが発見された後、に使用禁止宣告を受けました。インタビューログ026、1を参照。廃墟への立ち入りに関連してエリア内で数件の失踪があった後、この建物は財団の目に留まりました。建物は空間異常を示しています。その内部空間は建物の外部表面が許容するよりもはるかに巨大です。廊下が可変的な長さを見せる一方で、階段は上り下りで段数が異なります。廊下からの部屋数は数えるたびに異なります。廊下の端へ到達しようとする試みはこれまでに成功していません。廊下の両端に位置する非常階段から通じる入り口は廊下のほぼ中ほどにあるドアへと通じます。工程、中、26、A を参照。中026、A。ロボット探査やビデオ映像配信は、外見上の空間異常が実際の現象ではなく、観察者の認識の改変によって引き起こされていることを証明しています。このため、現時点では SCP-026 に機動部隊ロー、8、ロードサイド、ピクニッカーズ、の専門知識は必要ありません。校舎内の壁にはかなりの落書きがあります。ほとんどがギャングタグや名前、ストリートアート含む典型的なものですが、消えたり、再び現れることでその位置を変えます。黒板や掲示板への書き込みも同様に変化します。標準的な学科科目、数学、文学、生物学、から、量子もつれや有生学などのより難解な科目にわたって変動する様子に被験者たちは決まって気づきました。ある調査員は SCP。についての詳細な情報が記述された掲示板を報告しましたが、写真証拠では白紙の状態を示すだけでした。中26、B を参照、子供たちは歌っていた、というフレーズが建物内の至るところで複数回現れていますが、その意味については今のところ何の説明も得られていません。中026、B。メモや本、紙切れの内容が消失し、SCP-26 内部の表面需要にだけ再出現することが観察されています。新しい文字はほとんど落書きや教科書から抜き取られて出現しています。SCP-026 校内への書類持ち込みには注意が必要です。校舎内において、その大部分が12歳から18歳までのハイスクール世代である無意識下の研究対象が何人も発見されました。彼らはおよそ、年頃における当該校の服装規定に沿った服装をしています。その内の幾人かは学校閉鎖後に失踪した、あるケースでは少なくとも閉鎖後10年以上経過しています。卒業生、または学校の教授であると確認されました。彼らがどのようにして SCP-026 へ引き戻されたかは今のところ不明です。中26、C を参照。中026、C。SCP-26 の影響にさらされた数名のクラス D 職員は財団の管理下から姿を消してしまい、驚くべきことに異常な建物内へ再出現しました。当該対象は、以前エージェントマレクが体験したものと同じ夢を見たと訴えました。校舎内にいる限り、研究対象を起こすあらゆる試みは失敗しました。SCP-26 の校内から移動させると、対象は突然目を覚まします。極めて急速な脱水症状によって死亡し、進行した腐敗状態を呈する前に、彼らは一時の混乱に陥ります。どんな有用な知恵も今日まで対象を治癒したことはありません。対象を目覚めさせられない現象は SCP-026 の校内で眠りに落ちた人々に対しても及びますが、急速な脱水症状は校内で発見された人々にのみ影響が及ぶようです。事案レポート026、12を参照。情報更新。さら、なる調査で、いくつかの空間現象の発生が見られました。詳細は探査ログを参照してください。情報更新。インタビューログ026、8を参照。インタビューログ026、8。席にかけてください。
ありがとう。では始めましょう。あなたが立地調査からの移動を希望しているのはわかりました。そのことについて話してみてはいかがです？できれば話したくないんですが。あなたの選択は尊重します。しかしながら、理由無視では移動を認めることはできません。聞いてください、私は。ここで彼女は口ごもる。履歴記録に目を通したことはありますよね。私、が二六での仕事に従事してきたことを知っている、そうでしょう？報告書は読みました。最初に昏睡者の一人を連れ出したとき、私はそこにいました。失踪した際、彼らのほとんどは成人でしたが、我々が見つけたときには子供に戻っていました。それから、私は1、6歳の少年がちょうどしなびかれるようなありさまを見るんです。その夜は悪夢にうなされました。潜在的な精神変性現象に接触した後は、どのような普通でない夢でも報告することになっていましたね。その時はまだ精神撹乱性のものであると断言されていませんでした。私たちはそれがおそらく治療上的空間の案件だと考えたんです。ピクニッカーズが来るまではただ監視しているだけでした。そしてショックを受けた、ご存知でしょう、そのようなことになるとは予想していなかったんです。とにかく速やかに立ち直りはしました。まだマシな方ですよ。拘束していた男がよろけてしまったなんてことが一度ありましたしね。わかりました。次、は何が起こったんですか？しばらくは何も、に、回ほど訪れましたが、そんなに奇妙なものは見ませんでした。ですが、そうだ、報告すべきだった事柄がありました。いくつかの奇妙な SCP に接触した後、相棒の一人がちょうど姿を消してしまったのですが、そのようなことは自分に起きてほしくありませんでした。あなたは SCP の影響を受けていたということですか？私は、はい。1、習慣の血のことでした。私、ワバンの後部座席で居眠りしてしまって、夢を見始めました。その夢について説明できますか？他の例と同じものです。報告書は読んでいるでしょう？読んでいないということにしなさい。記録のためです。エージェント、ウォーカー。了解しました。私、は教室の中にいます。2、6の中の一室のようですが、新しいです。ボロボロに壊れていません。私、は教師の名前を知っていました。以前に見知ったことがないのに、そばに座っている人たちを知っていました。ベルが鳴り始めるのですが、動く人は誰もいません。私、は手を挙げましたが、教師は気づきませんでした。とうとう私は教室から出ようとするのですが、ドアはどうしても開きませんでした。そして、自分の手に関して奇妙な何かに気がつきます。それは色を持っていました。他の全ては白黒であったのにです。しかし、私は自分がその一員であったように感じていて、何の一員場違いなんじゃ、それが目覚めた時でした。ワンは出発していました。他の誰も私が眠っていたことに気づきませんでした。そして、あなたはこのことを報告しようとは思わなかった？今言ったように恐ろしかったんです。魔力を発見する以前の出来事でしたし、私はそれがまた別の悪夢であったと思いました。奇妙なことなど何もないと。そして、マレクの夢の後では、映像、彼らはマレクに何もしなかったので、私のケースも大したことではなかったと判断しました。彼は観察下に置かれました。あなた自身と他者の安全のため、あなたもそうするべきだった。あなたたちジムヤはそれで全てが簡単に行くと思ってるんでしょう。一日中机に座っていながらじゃ、それがどのようなものか知ることなんてできないわ。そう、物事はそんなに単純じゃないの。あなたが下水道でおしゃべり猫を探し回る時がなければ、あなたが今度は帰還しそうにないものであるかを静観することもない。エージェント、ウォーカーは目に見えて苦悩していた。インタビューを続けるため、彼女が十分に落ち着くまでに数分を要した。とにかく、昏睡者たちと夢が繋がることはその後までありませんでした。2回であのクラス D たちを見つけるまではね、今のところはまだ大丈夫かもしれないと思っていました。夢を見たとき、私は実際には26の中に入なかったんですから。夢が始まるまで確信が持てなかったんです。再発しているのですか？6ヶ月前に始まりました。内容は同じ夢なんですが、毎回これが現実ではないと気づくまで少しずつ長くなっています。そして、自分の手を見ると灰色がかっているんです。インタビュー0263 1終了。10
その後、エージェント、ウォーカーはクラス A 記憶処理を施され、実地調査に戻りました。インシデントレポート26-12 SCP-026 の定期的なセキュリティチェック治癒、玄関まで意識をなくしているエージェントマレクが彼の相棒であるエージェントジョーンズによって発見されました。エージェントマレクを覚醒させる初期の試みが効果を表さなかったため、サイトへの移送が提案されました。SCP-26 校内から出ると同時に、彼は動揺した状態で突然目を覚ましました。質問された時、彼は教室が舞台の夢を見ていたことを明かしました。この夢は、SCP-26 校内で眠りに落ちた対象すべてに一貫しているようです。